ある茶席である。百ンと名付けられた茶室が併設されている。1928年に開催された五体店宝縮名古屋博覧会において、名古屋材木商工組合が参考館として茶席として出品したもので、博覧会の会期中は一般来場者に公開するほか、来品の休憩所としても利用された。 博覧会終了後の1929年2月9日付で、名古屋材木商工組合より名古屋市へ寄付された。2014年12月25日、名古屋市によって認定地域建造物資産の第60号に認定された。鶴舞公園の指定管理者である公益財団法人名古屋市緑化センターで貸し出しを受け付けている百貨春。 至るため誰かいの変額百科は、ツルティンに併設された茶室である。明治時代、もしくは、大正時代末に建てられた茶室で、元は、昭和区内の民家にあったものが、所有者から名古屋市へ寄付され、ツルティンの横に付属茶室として移築されたもの。2000年からは、ツルティンと共に供されている。内部には、百科春、至るため誰いと書かれた変額がある。 2014年12月25日に認定地域建造物資産の第61号に認定された。ABCDEFGH 名古屋環境協会 1929P98AB 認定地域建造物資産について名古屋市2017年6月3日閲覧 AB 鶴テ100カーン名古屋市緑の協会 2017年6月4日閲覧、鶴舞公園100カーン、名古屋市、2017年6月4日閲覧、鶴舞公園に、明治の茶室民日から一区、中日新聞、100カーンに関するカテゴリー、ありがとうございます。